もうとてもじゃないけども何度には近づけねえんだよ俺もうこいつもグワーってばわっちゃうどん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 動いていって出てきたもうとにかく夏といえばということで、うん、まあ夏も冬も構わずやってますけども <laughs> そうですそうです季節感のない <laughs> 着てるものも大体僕半袖ですし本当に季節感のないチャンネルですよいやでもだからずっと半袖でやりたいんだよな二人ともそう四季を隠すみたいなこと四季を隠すいつ撮ったか別の地見た時にわからないっていうそうなんでもいいと思うんだよねファンキーな中村でございますパウチでございますゴーストコンテンツですチャンネル登録お願いしますお願いします ファンキーアワーでやった話はほぼほぼやったかなっていう感じなんでね。まあ、いくつか覗いてなんだけどね。はい、うん。まあ、そこの部分に関してはちょっとその時に一緒にいた人間にまだ連絡が取れないっていう部分がったりとかう。うんうんうん。実際話としてね、YouTube に収めていいのか悪いのかっていう部分があったりもするんだけど。はい。うん。だからそこを、まあ後々ね、連絡が取れたらきちっとあげようと思う話も。 数々あるんですけど、うん。確認大事ですからね。そうなんだよね。うん、後になってね、それを、うん、いや、そんなことはないとは思うんだけどね。うん、うん。ダメだよ、お前。あれ、落としてくれよって。そんなことはないとは思うんだけど。うん、思わぬところで、思わぬ落とし穴があるのがこの世界だからね。うん、そ,うそうです、そうです。<laughs> で確認しといて損はないですよ。そう。うん。何事も確認だから。そう,そうです、そうです。ということで、うん、これはまあ、その本を書く時点で確認をして、さらに、まあ、YouTube でいいか っていう、確認をして OK っていう。これが大体望ましいパターンなんで。はい,はいはいはい。えー、一つね、話をしてみたいと思うんですけども。はい。えー、お願いします。え、ファンキーアワーの方にも、何度もゲスト出演をいただいて、という方々の中にね、うんはい、漫画家さんが何名かいらっしゃるんですよ。ほう,ほう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 。その中の一人に、千のナイフさんっていう。あ はい。はい。昔からいろんなそういうホラー雑誌っていうのうん。あの、出版社はわかんないけども、今、あの、月刊誌っていうのがあれ、そんな中にもこう、掲載されてる方でね、千野ナイフさん。この方はもう古いですよ。ホラー系のね、そういったものを書かれて、本当に昔からファンもものすごく多いと思うんですけど。うん、このね、千野さん、千野さんって言いますけど、この千野さんが、ファンキーアワーにゲストで出てくれた時に、はい。もともとこれ聞いた話なんですね。うん,う,んう,んうん。うん。すっごいちょっと薄,薄気味の悪い話で。ほ まあ、先祖さんこの仕事長くてね、本当にこう漫画家になられてから長いんですよ、うん。で、僕、実際今アトリエ兼ご自宅になってるとこにも伺ったことあるんですけど、うん、ちょっと素敵な家で<ー>。うん、興味ありますね。で、彼が独立してアトリエを持つって言ったって大変じゃないね、うんはい。ねそのいろんな人件費もかかれば、光熱費、その固定費がドーンとかかっちゃうわけだよ、それ物件を借りちゃえば、うん。うん、なので、実家 の2階を使ってね、<ー>書いてたらしいんですよ。はい、で、作画用のこういうちょっとこう斜めになったようなさ、うん、そんなようなデスクとかも何もなくて、<ー>本当に普通のこういう、もう、ちゃぶ台的なね、ものをこう、利用して書いてたらしいんだけど、うん、人間ってずっと一つの格好で仕事をしてると、エゴノミー症候群じゃ<ー>こになったりとか、はいはい、そんなことがあるもんだから、うん、やっぱりこう何十分かに一回は、うこう、うん ね、背筋伸ばしたり、うん、こう立ってみたりね、ちょっとこう足を動かしたりとかってこうしてたんだって。はい。で、ある時、自分がその作画をしながら、うん、ああ、もう結構な時間やったなと思いながら、昼間だよ。はい。昼間ね。はい。うーんっ,ってこうやって手を挙げて、うーんって伸びをしたら、うん、今自分が見てる目の前は、 こう障子があるんだって、その外の,その窓のね、その障子があって、その障子が閉まってる状態らしいんだけど、はい、そっちにこう目をやりながら、うんとこう伸びをしたら、うん、この目の両側の,この端っこの,この視界の端っこの部分があるじゃない、はい、それが突然ね、ぐわーって狭まっちゃうのって、ほう。いわゆる視野狭窄の状態になってきたって、ーこうずーっとこう、はい、両側が狭くなってきた感じ。うん で、あれなんだこれと思ったら、そのまんまの形で動けなくなったっちゃうのよ、えー。え。うん。そしたら、その、自分の向かって右側には、ちょっとこう、旧式の大きなこう、ステロが置いてあるらしいんだけど、はい。そっちの方から、はい。真っ黒くなってるその視界の中を、何かがこう、トコ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 とこって、カカカカッ。 って音を発しなががら何かがこっちをこう動いてくるんだってこ自分このままのうで固まってるわけだよ。ね。その視界のこの端っこの方を何かこうチカチカ,カチ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 ってくるんだってそれって船頭さんはすぐ分かったんですそのステレオの上に自分がポンと置いたからくり人形があるんだったよ。<ー> そのカラクリ人形って、あの、茶運び人形ってあったじゃん。昔のあの、江戸のほら、カラクリのさ、はい、お盆の上に湯の目をカチャッと乗っけると、こう、カタ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 って動いて、っていうね。はい。それが、こう、動いていくんだって、こう。<ー>だけども、その人形ってのは、実はどっかからが買ってきたとかもらってきたような、その曰くがありげなものではなくて、はい。自分がしばらく前に、組み立てキットを買って、自分で組み立てたものだったよ。はー。ねはー。 それがこう動いてくるんだけど、自分が今見てる動いてくる人形っていうのは、自分が知ってるちゃんと肌色に塗ってあって着物を着てって言うんじゃなくて、うん、真っ黒いしれてなって。それが、タらタらタカ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 タってくるんだって。はあ、で、えーな、なんであれが動いてんだと思ってたら、それが、準を見たまま固まってる、この視界の端っこに最初あったものが、どんどん,どん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 動いてきて、こずーっと普通に見えるところまで出てきたってのよ。うん っていうことはこれ、宙に浮いてるってことになるわけだね。ああ、そうですね。うん、はい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 。で、ええーと思って、そのうちに、ふーって我に帰ったんだけども、うん、もうもちろんちゃんと視界も元に戻ってたし、はい、で、慌てて、ふっと右見たら、そのステルの上にちゃんとそのカラクリ人形が乗ったままだったと。は<ー>で、おーなぁ、え何今のって気持ち悪くなったので、千野、うん、さんはすぐその、両親のいる1階に、とんだとんだと降りてったんで。はい でロサさんだ」って言われて「いや今実はこんなことがあって」って言ったら「あ寝たんだ寝ちゃったんだよそら、ね、寝ちゃって思わず「夢だ夢夢夢を見たんだよ」ってそしたらお母さんも「そんなことあるわけないでしょう、ね、夢よ夢」ってそんな君の悪いことなんかねあれって言われて「うん、あれ今日って何日?」って。 そしたら「あ!」ってお父さんとお母さんが「あ!」って言ってはいああ忙しさにかまけていやこんなこと今に一回もなかったのにああ忘れてしまったかーって、うん、何のこと何の何の話してんのって聞いたので、うんはい、そしたら「うーん実はな」 言ってそのお父さんとお母さんが話し出したことがあって、うん、それっていうのはその千堂さんには2人弟がいるらしいんだよね、はい、だけど実はそのほかに1人生まれてこれなかった子供がいるんだとうちらには,は<ー>でその子の命日が4月のその後日らしいのよ、うんうん、まさしくその日がその日だったんだって<ー>それでいやーいつも毎年毎年生まれて忘れたことなかったんだけどなー って言ってもしかしたら、だから、そんな形を借りてね、うん、お父さん、お母さん、今日は自分のメンチだよって、教えに来たのかもしれないね、って言ってたんだって。うん、ね、うん、ここで終わったらさ、はい、なんかいい話じゃんね。あ、高い話です、ね。でしょ、はい、俺もそう思ってたんだよ。<laughs> ところが、それからしばらく、もう本当にしばらく時間が経った頃に、千野、はい、さん自分で、まあ、当たりを持つようになって、うん 実家を出たわけだよ。はい。で、それから本当にまた時間が経過した頃に、その二人の弟と一緒に酒飲むっていう機会に恵まれて、うんうん、で、元気にやってるかって言と、元気、元気、兄貴も元気そうだねと、元気でやってるよって忙しいんだよって言と、あ、それはよかったって言って、まあ、普通のこう、ね、酒飲み話に花が咲く中で、はい。ふっとその弟二人が、うん、ああ、まあ、割れたよな。 まあ実家もたまには顔出さなきゃなと思うんだけど、って、ああ、そうだな。いや、それにしてもよ俺はもう難度の、あれは、もう無理だな、とか、ああ、わあ、俺もう無理だよ、って。あれは、ちょっと俺ももう難度はいけねえや、って。こんなこと言ってるんで、おいおいな、何の話何それ難度っての、うちの実家の難度の話え,え、なんだよ難度で何かあったのって聞いたのって。はい。そしたらえ、え マジよあに知らないの何にも。って言うから、うん、え、ちょっと待っていや、逆に、逆に聞きたいな。なんだよ。どうしてくれよ。って言ったら、難度の中にさ、カラクリ人形が置いたんだよな。うん。あの人形が気味悪くて気味悪くて、もうとてもじゃないけども、難度には近づけねえんだよ。俺も、こいつも、って。ちょっと待ってくれよ。え難度に、カラクリ人形 ほう、それってもしかしたら、あの、あれかこう、昔からあるような民芸品にあるような、お盆の上にこう、お茶のっけたらこう,歩くよう、ある、おお、それだよ、それだよって言うなって。<laughs> ええって、その時、先祖さんの脳裏にこう、バッとこう、浮かんだのは、はい、自分が実家を出るときに、その人形はもう捨てちゃうと思ったんだって。うん、じゃそういうふうにお母さんに言ったら、うん、ああ、捨てないでしょだ、捨てないでしょだ、でもったいないから、それ私が持っておくからって言ったので、うん、実家に置いてきたと。 はい、なのに、え、なんでナンドリなんか投げ込まれてんのって。え、しかもそれを地味悪いってなんだよって。はい、おい、そのカラクリ人形のことだけだもんよ。うん、何がどう気持ち悪いのって言ったら、そうか、兄貴知らねえんだなあのね、ナンド入るだろそれと一番目がそこにあるんだよ。それがさ、入った途端、ちょっと目がこっちに向くんだぜって。いやいや、お前は目だけだろ 俺なんか首、首ごとこうやって向かわれたんだぞ、お前って。わ何を言ってるんだよ、お前。本当かよ。って言って、はい、びっくりしたんだ。まあ、その後、その先頭さんが、実家に電話かけたなんて。はい。お母さんちょっと聞きたいんだけどね、うん。あの僕が置いてきた、あの、カラクリ人形のことなんだけど。あ、あの,あのあ、あれね。あの人形の、人形ね。うん。え お母さんが大事にしとからって言ったら置いてきたのに、弟の話ちょっと聞いたんだけど、なんで何度になんか置いたのって言ったら、うん。いやあ、なたには悪いんだけどね。私、気味が悪くてね、ってへ<ー>。へええお袋がよって。えー、ちなみに何があるのよって言ったら、やっぱりそうてその、こっちをキュッと向くとか、 <こ>う目が、くっと向くとか、へ <ー S 2> らしいんだよ何す。何だって自分で組み立てた人形でしょそれが、だから不思議なんだよ、これ、この話。ね <え S 2> うん。た <ねえ S 2> だ、そうなってくると、ね、生まれてこれなかったその弟さんなんのかな、お兄ちゃんなんのかなわからないけども、<うん S 2> その子がその命日を教えたものが、ちょっと気迫になってくるよね。そうですね。そうなんだよ。 関係ないのかもって。うん。だからね、俺そこで思うのはね。はい。例えば、一抹人形にしても何にしてもさ、時にはフランス人形だったりとかさ、インディアン人形だったり、いろんなその人形にいろんな念がこもっていろんな怪異原象が起きてるじゃないいろんなところで。はい。でもそれってやっぱりどっかで誰かが作ったもんなんでね。ああ、そうですね。うん<ー>。元をたどれば。<ー>う,んうん。うん。だから確実に例えばその人形を立ちながら誰かが亡くなってしまったとか、そうでは限らないわけじゃないはい。 だからやっぱりその人型っていうねもともとその人型っていうのはそこにそのいろんな念を込めて流すためのものだったっていうねことからやっぱり考えればやっぱり人の形を模してしまったものの中には何かこう入りやすいのかなっていう、うん。うんうん 感じはするけどね。まあ、そんなこと言うと、俺、人形マニアの人もいるからさ。<laughs> そうですね。うん。人形そのものが悪い、うん、怖いものではもちろんないし。そう,そうです、そうです。うん。ただ、やっぱり俺は前にもブライソの話をした時にちらっと言ったと思うんだけど、うん、俺はやっぱりそういったことをちょっとでもこう、軽減させるために、 体の中には必ずその重脂粘土を詰めてたんだね。ああ、言ってましたね。空っぽでは、うん、うん、出さなかったっていう。頭はね、どうしても重くなっちゃうからさ。ああ。不思議でしょなんかこれ。不思議ですね。すごい不思議なんですよ。だんだん出てきたその黒い影なんですかね。うん、そいつが食ってやるんですかね。うんうん、なんか。だからその黒、黒いっていうのがもうすでに、あれ、うん、と思うんだよね。うんうんうん、うん、うん。なんかやっぱりその黒い影って、 って言うと、今一つあんまりいい心持ちないじゃない。そうですね。はそれは白い影だったり、そのままその現職のままで出てきたとかって言うんじゃなくて。なぜそ,その黒く染まらないとゃ、なんなかったのかっていうね。嫌な感じしますね、うん。その人形って、千之さんの軸にあるのかな。ね。まだ何度にいるんだらね。うん、ね。公開できないかなって<笑><笑><笑><え>思いますけど。 どうですか、呪物、あのそりゃいませんかこいや俺んちは勘弁あの、この城を呪物のいっぱいにするっていう <laughs> 何を言うてんの、この人、<laughs> ほんまに信じられんほんとだよゴスコに資料館ゴスコに資料館、ねうん、チャンネル的には美味しいんでしょうねおいしいきっとね、呪物がいっぱいっていう,うチャンネル登録をよろしくお願いします ファンキー中村パウチゴーストコンテンツチャンネル登録をよろしくお願いします